はい、どうもティースです。それでは、ゴッドイーターリザレクション続きをプレイしていきたいと思います。前回ね、ここにね、新たに配属された、主人公新型人機、新型人機っていうのは具体的に何なのかというと、新型人機っていうのは、近接武器形態と銃形態をこう使い分けることができるというのが、新型人機になっております。はい、旧型人機っていうのは、近接武器単体なのか、それとも、銃単体なのかっていうね、そのどっちかしかない。このね、今先輩たち、ここに今、ね、いる先輩たちがですね、人機使いは、どっちかしかないタイプになりますね。はい、これはなんか進めろってことですね。ナイス、さすが。はあはあ、これであれかな。はい、桜井さん、あの方ですね。とても開放的な、ついつい常にね、横にいたくなるような女性の方ですね。この前の新人さんね。ついつい、ああ、視線が困ります。視線が、なんでこの緊張っていうかもね、なんかいざという時体が、いや、それはもう硬くなりますって、もう本当に。早速ブリーフィングを始めるわよ。今回のメニューは君が前線で陽動。なんでそんな際の印象なんでしょうかね。遠距離型の人気使いとか、ここじゃ寒そう。これが基本戦術だから、はあ、よく覚えてます。くれぐれも先行しすぎないように後方支援の射程内で行動する。 OK、 うん、素直に楽しい。頼りにしてるわ。さあ始めるわよ。なんつう格好なんだよ、本当に。このステージ結構好きなんですね。なんていうか、真ん中のね、渦、こうなんか飲み込まれたどっかの世界に行くみたいなね、なんかこう妄想というか、ああまた間違えた、回収は罰。なんかのゲームと混同してますね。多分陶器殿多分陶器殿ですね。陶器殿もシームレスのオープンワールドになったんでね、ゴッドイーターの次回作もぜひともなんかに挑戦していただきたいですね。個人的にはですね、ビータ版と PS4 版みたいなので、全く別の内容、全く別でもなくてもいいんですけど、別の内容にしても面白いんじゃないかなと思うんですよね。僕 PS4 版は PS4 版の性能を生かしたようなものでね、また間違えてますけどね、完全陶器殿の陶器殿の操作が抜けてないですよ、これ。もののふになってますね。ゴッドイーターにならないとやばいんですよね、私は。あ、そうそうそう、前回ね、ちょっと使ってなかったんですけど、新型人機のね、特徴、銃形態もできると、こんな感じで、R1 でね、で、こうやって狙えるもつけられて、で、四角と三角で、セットしたね、銃を撃つと。さすが、リンドーが褒めていただけることはあるわね。やばい。はい。この調子で、これからもよろしく。捕食にはいくつかパターンがありまして、この作品だとさらにそれが増えるんですけど、三角長押しでね、こうやってガブと、であとクイックもあるんですけど、何が違うのかっていうと、噛みついた時に、よりパワーアップしていろいろ取れるのはこの長押しの方。それはそうですよね、こっちの方が狙いにくいんで、いっぱいね、その特殊な弾みたいなのが取れるんですけど、それで次回のミッションでやっていきたい思います。はい、PS4 版はちょっとね、多少リッチになってます、この辺の表現がね。さあさあ、バンバン進めていきましょう。まあ NPC もいますけどね、それはおいおいね、まあ、多分わかると思うので、ああ違うな、多分違う、何か話しかけなきゃいけないはず。ナイス、これね、タッツミっていう、
防衛犯と言われるね方たちですね。うん、ないですね。なんかあれかな、どこ行くんだ、ベテランかな。ああ、そうですか。なんかね、ゴッドイーターはね、かなりNPC がね、結構優秀なので、バリバリ起こしてくれたね。どこだろう、どこ行けばいいんだろう、適当に行こう。入れない、役員区画。役員区画でもない。どこだ、いません。適当でいいのかな。なんか増えた、あ、増えましたね。なんかよくわかんないけど話せばよかったっぽいね。あ、で、新しいねキャラと同行でございます。で、ゴッドイーターの特徴としてね、バレットエリートっていうのがねあるんですけど、それもまたね、出た。君が例の新人君かい。噂は聞いているよ。僕はエリック、エリックデアフォーゲルバイデン。ああ。うん、君もせいぜい僕を見習って、上田エリックさん、人類のため華麗に戦ってくれたまえよ。エリック、上田。ん、ぼーっとするな。初代ゴッドイーターのね、ようこそ時も相当くそったれな職場へ。俺はソーマン、別に覚えなくてもいい。言っとくが、ここではこんなことは日常茶飯事だ。上田さんいっぱいいるってことですね。お前はどんな覚悟を持ってここに来た。なんてな、笑ってる。時間だ、行くぞルーキー。上田さんやられたの。とにかく死にたくなければ俺にはなるべく関わらないことだ。なんか言ってるけど、上田さんね、上田さん事件は相当ね、当時も衝撃的でしたね。なんであいつ亀水流にも程があるじゃねえかって。いてて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 、はい、ここにね、こいつはね、ほんとね、いろんなミッションで厄介になるんで、遠くからね、ああ落ちちゃった。で、あう、おっ、ノリノリショー、あう。さて、この武器はですね、ブーストハンマーというんですけど、はい、こうやってね、ブーストを変化するというのがあるんですね。あ、もう死んでますね、これね。死体を殴ってるんですね。なんて、痛い。こうやって点火ができます。R1 でね、R1 と四角で点火して、スタミナ消費するんですけど、ふいーん、これね。でそこからいろいろな派生があると。ブンブン殴ったりブーストを噴火してね、突進&攻撃、色も兼ねられる。痛い、ほんとね、つたなすぎる。久しぶりすぎてもう何していいか分かんねえみたいな。新人すぎるだろ。一応ね、もうブランクがあるとはいえ、ブーストね、点火してヒューンと、これ以前ね、ゴッドイーターレイジバーストンでね、動画を上げさせていただいたんですけどね、ブーストハンマー、これもかなり面白い武器なんでね、ぜひ皆様、なんか重苦しい武器は使いたくないという方もね、軽快に動けるんで、実はこの武器かなり面白いんで使ってみてはいかがでしょうか。あー取れないかも、取れ、あー取れない、あー取れる取れる、あー取れ、あー取れなかった。
さあ、いわゆるね、自分が所属する部隊の面々とね、どん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 ミッションをこなしていくというのが序盤ですね。あ、話せってことですね。で、多分次はあの同期のね、コータってやつと、まあ、さっきのね、横にいた人もはいはいはい、あれ、じゃあリンドさんなんかあるのかな、話すのかな、エリックについてボンボン、はい、エリック事件ね本当に、いやー、でも自分はこのなんて言うんだろう、こういうなんていうかね、若干アニメな雰囲気を出しつつあるねゲームで、いきなりこんなディストピアな世界観でね、仲間というか、まあね、キャラクターも知るみたいな、かなり衝撃的でしたね。お、今回はあんたと一緒か、お互い無事で何よりだね、命あってのこの商売だからね、俺も何かあると母さんも妹も路頭に迷っちゃうから気をつけないとな。はい、ここでね、コウタにお母さんとね、妹がいるということが判明する。もしかして、それはそうですけどね、まあそれはあの人ってなんかいいよね、美人だし感じもいいし強いしさ、戦うお姉さんって感じでさ、たまんないよな、よし、なんかテンション上がってきた、今回の任務どっちが多く倒すか勝負しようぜ、さくやさんにいいとこ見せてやるぜ、わお、お前はクラウドかみたいなね。こう、ちなみにコータはですね、旧型でございます。はい。はいはいはい。いわゆるね、まあ、カリエのね、よくあるあの中型モンスターでございますね。モンハンでいうところのドス的な。ドス系、あはー、あは、また間違えてる、いい加減もう物の不気分は抜けろっつね、危ないって、超食らってる、やばいよこれ下手すぎだろ、また間違えてるよ、まあ本当私事ですけどね、これやる前もね、物の不っておりまして、あ、また間違えた、抜けねえ、しばらくここ最近やってたんでね、はい、はい、痛い、あ、う、あ、抜けた、キュイーン、バッスン、はい、あの数値がね、レイジバーストからだっけ、ダメージが数値化されてね、なんか結構分かりやすくなりますよね、それでバースト状態だと各種あの行動が強くなるんでね、はい、あ、来ましたね、あー来ましたね、はい、いましたね、で、パックンチョすると、荒髪のね、特徴を示したような銃弾が撃てる、はい、さっきトゲみたいなのを噴出してましたけど、あの犬みたいなね、ザクッとが、おうふう、こうやって、で、まあ、弾数制限はありますけど、その荒髪特徴のね、弾が取れるようになります、それが非常に強力なので、おーおーおお、これはね、多分リザレクションから入った新モーションじゃないかな、おーおーおーおお、リザレクションの特徴として動きがね、かなり強い、おふう、モーションがね、いろいろ増えております、だから従来の作品をやってる人でも結構ね、新鮮な感じで楽しめたら、あっ、ぶっ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 、あ、アイテムもあったねそういえばアイテム使ってませんでしたね、クローズ、はい、ちょっとね、でアイテム使いましょうか、で、四角で使うと、はい、その中にはね、いわゆる閃光弾的なのもあるんで、ね、これね、ほっで、隙をついて、で、まあ仮ゲーのね、特徴になってる V 破壊もあります、
はい。あ、疲れた疲れた。スタミナ管理が温まってきた感じ。え、私のスタミナ低すぎ。こうやってね、しばらくは見えるんでね、戦った相手ね、どうこうこうオプションボタンでね、見れます。はい、すげえ下手くそ。もうちょっと練習しとこうかしら。発信外でね、ちょっとストーリーに絡まないミッションみたいなのがある場合は、配信外でね、プレイしていきたいと思います。ダッシュダッシュ。これがバースト状態、いわゆるバースト状態っていうのがあるんですけど、段階があって、で最高状態になるとね、ダッシュするよ優秀な、移動手段できる場合が多いんでね、武器によっていろいろ。これ多分回転するのかな。あ、違った、危ない。あとね、こいつが壊れるのどこだっけな、尻尾となんかいろいろあるんですよね。お、壊れた壊れた。だったら多分あと尻尾だけだよね。あー、この打撃だとあんまり食らわないパターンですね、これね。あれ、ここだったっけな。やばい、うわ。お、いわゆるしびれ罠的なのを設置しましたよ、これ。あほあほん。はい、溜めていくぜ。まだ間違えてますよ、これ。こうやってね、ゴッド板もね、銃で狙う部位によってね、ダメージが変わったりします。で、このゲームね、属性がね、正確に言うと3つ、3つじゃないかな、6個ありますね。あ、6個違う、5つ、ね、貫通、破砕、切断っていうのが近接武器であって、さらに銃のね、破砕と、うい、はい、はい、はい、尻尾じゃないかな、これ、もしかして。もう忘れてますけど、どこが壊れるか。あ、壊れた。あ、尻尾でよかった。ハンマーだと壊しにくいんでね。尻尾といえば切断ですよね。逃げんなよ。ちょっと練習しとかないとな、本当に。いろいろ忘れすぎたし、操作もいろいろ混同してるし。さあさあ、お猿さんがね、あらあら可愛いお猿さん。そんなお猿さんを今日も後ろからバックンチョー。ごっそうさん、ごっそうさん。おう、危ない、キュイーン。ブン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 。今日も応援団行きます。あばーっと、こいつはね、まあ仮ゲーのね、打撃といえば頭ですよね。ああ、ダメだったか、パクリ。で、そうだ、忘れてた、受け渡しっていうのがありまして、これをね、今画面のね、右下あると思うんですけど、受け渡し発射弾、受け渡し弾発射か。で、矢印がね、今 NPC の後ろにね、表示されてると思うんですけど、これでね、バーストレベル3という非常に強力なバースト状態になります。バーストレベルね、3になると、まあ、移動とかね、そういうのはスタミナに関わる消費行動がね、かなり軽減されるし、各種行動がね、早くなると。あー、取れなかった最終素材が、取れない。なので、マルチプレイとかしてる際はね、荒紙パックンチョした後に、ぜひね、仲間に
アーコロジーという言葉を知っているか。受け渡ししてね、強力になバースト状態をね、上げレベルを上げるっていうのもかなり重要な作戦になりますね。建物を指す言葉でね。そう、実は穴蔵を中心としたフェンリル支部は一種のアーコロジーだと言えるんだ。これって極端な話、ある支部を除いた全てのフェンリル組織が滅んでも残った支部は単独で生産消費活動を行い、今まで通り生き残ることが可能ってことなんだよ。穴蔵は地下に向かって食料や人気、各種物資の生産を行うプラントがあり、外周部には対荒神装甲壁や君たち優秀な人気使いをはじめとした強固な防衛能力もある。それがフェンリルの支部であり、人類を守るために最適化されたアーコロジーなんだよ。ただそこにも問題はあって、それは収納可能な人口に限りがあることなんだ。君たちも知っている通り、この極東支部の周囲には膨大な外部居住区が形成されている。しかし彼ら全てを収容するだけの規模はまだこの支部にもない。外周部に対荒神装甲壁を巡らすことが今できる最大限の対処策なんだ。それだけで足りるのかな。現に装甲は頻繁に突破されてるんじゃ。だからそのためにゴッドイーターの防衛班も配備されている。いや、すまない、コウタ君のご家族は外部居住区にいるんだったね。軽率な物言いを許してくれ。いえ、俺はただ、本当は穴蔵を地下に向けて拡大して内部居住区を増やす計画もあったんだけどね。でもその計画をより安全で完璧にしたのがエイジス計画なんだよね。そうだね。現状極東支部の地下プラントの多くの資源リソースはエイジス建設に割り当てられているんだ。その話はまた今度にしようか。はい、ゴッドイーターね、語る上でこのエイジス計画っていうのがね、一つの鍵になってまいりますね。さてさて、次は何かな。お、ちゃんと次に進めますね。あ、裕福の少女エリックは待ってくれないの？どうして？うん、嫌です。あ、このキャラ、このキャラエリナリー、おい服買ってくるの嫌になったの？このキャラね、このキャラね、まあまあ覚えておいて損はないと思います。はい、はい、これがね、お、自由に連れていけるようになった。まあ、まあ適当ですけどね、これね。昨夜に、まあそう、まあ、まあ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 、ドキ君は荷が重いです。ちょっとゲンさんついていきましょうかね。ああ、あ、そうそうそう、これね、他の仮ゲーと一緒で当然装備とかね、作ったり強化したりすることができますね。強化はまだ多分できないんじゃないかな。あ、できる、やった、2もアップするぜ、やったー。明らかまだできない雰囲気ですよね。こうやってどんどん派生していったり、あといきなりね、こうやっていろいろ作れることができますね。ハンマー、お、なんかこれができるぞ。あ、さっきのね、お猿さんのハンマーですね。スキル詳細、1レベルにつき5の使用効果50アップするとね。へーへーへー、まあいろいろあると、これ盾もね、じゃあ炎タワーよくわかんないからちょっと炎タワーにしとこうかな。はい、さっき一瞬ね、なんかいろいろ表示されてましたけども、こうなんかいろいろね、こう強化できるんですよ、これ。そうだ、すっか強化して気づきましたけど、
このゲーム防御できるんでしたね、すっかり忘れてましたけど、さあ早速ミッション参りましょうか。いろいろ忘れすぎやろ俺。そうそう、で敵の攻撃をねタイミングよく、敵の攻撃が当たる直前にガードするとジャストガードみたいなのがありますね。そうすると体力も減らない、スタミナも減らない。はい、なるほど。乗ってこうぜ。いや、こっちから行こうか。そう、なぜなら最終素材が欲しいからでございます。最終大事、最終大事。まあいっか、でもめんどくさいな、これだけ取ったら行こうもん。このね、このマップもね、この境界、ここもねかなりゴッドイターにはね感慨深い場所だと思います。いるな、はい、待って、はいはいはい、スイッ、はい、あ、終わった、はい、少しずつ思い出してるね、もらい、ふぅ、ごちそうさ、ごちそうさ、間違えた、ブースト展開しようと思ったら食っちゃった、はい、ガブ、バーストレベルが上がると、このダッシュ攻撃連発がねかなりコスパのいい、コスパのいい感じになりますんで、このマルチプレイとかやることになったらね、ぜひ、受け渡し弾をね頻繁に撃っちゃった、バスってな、雑魚敵の取るに足りないな、任務終了ね、雑魚敵のレア素材が出ましたね、なんとか男性隊、今日はゆっくりできそうだな、間に合うか間に合うか、こっちにも最終アイテムがあるのでね、間に合いそうですね、よかった、はい間に合った、お、低純度なんとか、あれも結構ね、必要になる素材ですね、このディストピア感ね、いいですよね。次回作はぜひね、ディストピア感を増したような作品でやっていただきたいですね。お、いろいろある。ミッション終了後に同行した NPC のね、なんかこう、ボーナス的なものが、発動できますね。なんだろう。結合 V 破壊報酬、コビか。わかんないけど、あるんだっけ、あるっけ大型対戦しないからないんじゃないか。はい、さてね、今回はキリがいいのでこの辺にしたいと思います。はい、なので、次回はねこの続きからプレイしていきたいと思います。これね、第一部隊、この第一部隊をね、面々とね、出会ったところで、今出会ったところみたいな感じですけど、で次からねこれ物語どう動いていくのかと、まあ今まで振り返りつつ、次回作もね期待しつつ、プレイを進めていきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。ではでは、あ、そういえばなんかアクションができるんだな、そうそう、ではでは、こんな感じね、それではご視聴ありがとうございました。ではでは。